はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は大麻を吸うとどうなるのっていう話を研究データに基づいて話したいと思います。吸ったことない人にとって大麻吸うと結局どういう作用があるのかっていうのは非常に気になるところなんではないのかなと思うんですね。ただこれをですね、言葉で説明するっていうのはなかなかに難しいです。というのは理由2つあって、1つ目はですね、一人一人作用が違うから、2つ目はですね、薬物の作用を言葉で説明するっていうのがそもそも難しいからですね。お酒に酔っ払った時どんな感じっていうのを言葉で説明するのが難しいのと一緒です。ただこういうことをですね、ちゃんと客観的な数字にして記録していくということをですね、最近行われていまして、今日は2020年5月トロント大学の薬理学教室が行った研究の結果を報告したいと思います。こちらの研究ではですね、19歳から25歳の普段から大麻を吸い慣れている若者91人を集めてきました。で、彼らを3つのグループに分けてるんですね。で、1つ目が大麻の成分を含まない偽薬プラセボの群と、2つ目が、マイルドな THC 少量を含む大麻を吸ってもらう群と、3つ目が THC をたっぷり含んだ大麻を吸ってもらう群ということで、それぞれのグループに分けた若者たちにですね、10分間その与えられた大麻を好きなだけいい加減なところまで吸っていただくということをですね、やるわけです。そして1時間後、24時間後、48時間後に認知機能と主観的な気分の評価を行いました。さて、どんな影響があったか結果を見ていきたいと思います。まず認知機能への影響なんですけれども、これはTHC の入っている大麻と入っていないプラセボでほとんど影響違いがありませんでした。唯一 THC をたくさん含む大麻を吸ったグループでは1時間後の言語記憶にですね、多少の影響がありました。つまりですね、大麻を吸っている人同士が話をしていると、時々話の流れがよくわからなくなることがあるそうなんですね。で、そのようなことが研究でも示されたという形になります。ただそれ以外の、例えば車の運転に影響するような判断力の低下などは認められなかったというのが今回の研究の結果です。次にですね、主観的なですね、気分の影響というのを見ていきたいと思います。これは評価に関して POMS というですね、精神科なんかで使われる気分のスコアを使いました。これ10項目に分けて評価が行われていて、青の部分がどちらかというとネガティブな項目、ピンクな部分がポジティブな項目になります。で、プラセボと比べて大麻を吸った群でどのような変化があったかと、有意な変化があったところの数字を赤枠で囲っております。じゃあ THC がマイルドに含まれる大麻を吸った群ではどうだったかというと、幸福感が高まって覚醒度が上がって気分が前向きになったという結果が得られています。で、 THC を多く含む群ではどうだったかというと、フレンドリーな気分が高まってですね、疲労感が取れたと。で、そして、混乱というのも高まったんですけれども、活気が上がって幸福感が増して覚醒度が高まって気分が前向きになったという結果が得られて、どちらかというとポジティブなことの方が多かったということですね。そして次ですね、24時間後の気分の影響をですね、見ていきたいと思います。この時点で体の中から THC というのはどこのグループでも完全に抜け切っています。にもかかわらずですね、 THC を多く含む大麻を吸った群ではフレンドリーさが高まったのと、そして幸福感が高まった結果というのはですね、残存しているということになりました。で、この結果からですね、大麻を吸うと認知機能や判断力の低下というのはですね、来ないけれども、気分的にはいいことの方が多いという結果が得られたと言えます。そしてですね、シラフに戻った翌日も幸福な気分と他人に対して優しい気持ちというのは持続するというのが今回の研究で分かったことなんですね。で、注意すべきはこれですね、普段から大麻を吸い慣れている人を対象に行った試験なので、そういう人たちっていうのは大麻が好きで体に合ってるから普段から使ってるわけですね。これが全ての人に対して当てはまるかどうかっていうのは分からないんですけれども、少なくとも一部の人にとって大麻というのはですね、非常に恩恵が大きいということが改めて示された結果になります。ということで今日はここまで。